5分32秒。こんにちは。こんにちは。ユニバーサルスタジオジャパンに来てます。何の首振りなんだ。ああ、なるほどな。この動画は実際表示されている待ち時間と実際待つ時間ってどれぐらいの差があるんか検証してみようっていう動画です。だいたい待ち時間っていうのはスタッフの人がお客さんの列がどれぐらいまで伸びてますよっていうのを目安にして待ち時間っていうのを決めてるんですけど、それまあだいたい多分多めに見てると思うんですね。そんなに待ったことないよね。そうだいたい60分待ちって書いてるけど実際は何分しか待ちませんでしたっていうのは結構あると思うんで、それをだいたい平均的にどれぐらいギャップがあるんかっていうのを一回検証してみたいと思うので、ぜひ最後まで見てください。次乗れます。スヌーピー乗ってきました。めっちゃ面白かった、はい、で15分待ち、15分待ちやったのがなんと実際待ったのがじゃじゃん8分36秒です。めっちゃ早い。10分待ちです。はい、モッピーのバルーントリップ何分待ちでしたか。10分待ちやったのが実際がじゃじゃん5分52秒、まあ、約6分なんですけど、4分も早く撮れました。はい、初めて撮った楽しかったね。面白かった。普通に思う。スパイダーマン、スパイダーマンです。今15分待ちです。行ってきます。やばすぎ薬局。もうこれもう乗れます。やばい。はい、乗ってきました。乗ってきました。何回乗ってもおもろい。待ち時間が15分やったんですけど、15分待ちがなんと途中でちょっと興奮して撮ったよね。そう行きます。はい、じゃじゃん。3分26秒。3分26秒でした。驚異の速さ。マジですぐ乗れます。ほんまに。じゃあ次行きましょう。35分です。 Go! はい、ミニオン乗ってきました。可愛かったね。何回乗っても面白いです。で、35分待ちやったんですが、実際待った時間は28分41秒でした。はい、でこのタイムっていうのがバナナの空気が出るところまでの時間です。ボワンってめっちゃ出てくるところ、映像が始まるまでの時間。そうそうそう、ミニは時間通りでした。じゃあ次25分待ちです。25分待ち、今から並びたいと思います。
これまた興奮や。ハリーポッター乗ってきました。乗ってきました。最高すぎる。めっちゃ面白い。ほんまにおもろいな。はい。で時間が。で25分待ちやったのが、はい、実際に並んだ時間はなんと5分32秒。やばすぎ。これもやばい。これはやばい。20分ぐらいじゃん。嘘やん。嘘やんと思ったよね。うん、こんな空いてるっていう、ね。乗り場までほぼノンストップやって。一瞬だけ待った。組み分け棒のところまでかな。しかも今日はなんか4人、うん、いつも4人席なんですけど、2人組で1つの。かっこいい。ね、4人乗りなんですけど、今日は2組の場合は1つの乗り物に2人専用貸し切りみたいな感じだった、ね、貸し切り2人で次行って、うん、2人で次行ってみたいな感じだったからめっちゃラッキー、めっちゃラッキーやった。よし、じゃあ次140分待ちです。なぜかシングルライドの名前なんで、はい、では本日最後の乗り物シンキングの巨人で130分待ちでスタート、うん、進撃の巨人乗ってきました。もう最高すぎる。ほんまに面白かった。これだけのためにあもう入場券買ってもいいやろってぐらいほんまに面白かったです。やばい、かっこよすぎる。みんなほんまに。で、並び始めの時間が130分待ち、だいたいまあ2時間10分20分ぐらい待ちだったんですが、実際待ったのはこちらです。じゃん、1時間58分。もうほんまにこれは乗り物の前に行くまでの、うん、すぐ乗れるよっていう時間に止めたんですけど、1時間58分やから、うん、まあ20分ぐらい早く案内してもらったっていう感じかな。パレード楽しんで帰りましょう。はい、皆さんここまで見てくれてありがとうございました。じゃあねー。